たの仕事には悪いが何の興味もない。人に笑ってもらうために僕らは作っているんです。お願いします。くどくない。それが喜劇です。そう、ここへ逃げ上がった。いいじゃないですか。今自然とセリフが出てきた。三坂さんの助言のおかげでどんどん面白くなってくる。今でも思い出すと笑いがこみ上げてくる。バオロー